ウサマ・メルーリは、チュニジアの競泳選手。2004年のアテネオリンピックに出場、400メートル個人メドレーで5位に入る。200メートル個人メドレーは準決勝敗退。1500メートル自由型は予選落ちとなった。2007年の世界水泳選手権では400メートル自由型で銀メダル、800メートル自由型で金メダルを獲得するが、ドーピング検査で、 アンフェタミンに陽性反応を示し、メダルを剥奪され1年半の出場停止処分となった。処分は違反時に遡って適用されたため北京オリンピックへの出場は認められた。処分が明けて復帰した2008年の北京オリンピックでは200メートル自由形で予選落ちに終わったものの400メートル自由形で5位に入賞、1500メートル自由形では 世界記録保持者で三連覇を狙ったオーストラリアのグラントハケットを破り金メダルを獲得した。競泳の男子個人種目ではアフリカに初の金メダルとなり、チュニジアとしても陸上競技のモハメドガムルディ以来二人目の金メダリストとなった。二千九年の世界選手権では四百メートル自由型、八百メートル自由型で銀メダルを獲得し千五百メートル自由型では、 金メダルを獲得した。2012年ロンドンオリンピックでは1500メートル自由型で銅メダルに終わり連覇を逃したが、10キロメートルマラソンスイミングで金メダルを獲得した。ありがとうございます。